はい、10月27日です。2、3日前からこのハウスの改造をやってます。家の前にはこっちと2カ所ハウスがあるんですけど、農機具が増えてきてちょっと農機具置き場が手狭になってきたので、ここを改造して農機具倉庫にしようと思ってます。で、入り口の2本を外しました。これですね。大きな機械も出入りしやすいようにですね。で、田植えも実る式に変更しようと思って、いますので、そういう機械式ちょっともう手に入ることになったんですけど、そういう入れる場所がないんで、早急にここを、倉庫にして、そういう機械もここに入れたいなと思っております。まあ、ちゃんと排水をすればここでも大丈夫だろうと思ってますので、周りですね、水がここに、まあ、ここはそんなに、そっちの方が低いんですよね、若干こっちの畑が高いからそんなに水はたまらないし、ちょっとこっち、そっちは低いし、こっちに一本水を掘れば、でそっちに流せば十分これで OK だと思います。そうすると、まあ、家の納屋もだいぶ余裕ができますので、ちょっとした作業小屋なんかもできるんじゃないかなと思ってます。はい、そういうことで今改造中です、ね、ここまで下げて、ここに壁を作りますね。で、高さ約2メーター、あ、2メーターいらんか、トラクターのあれがここまでだけが、これからちょっと高くで、間口2メーターで入り口を作ろうと思ってます。はい、そういうことで、ハウスの改造中です。はい、ハウスの改造の進捗状況ですね。はい、新しく支柱をこっちに移動、こっちに立ってた、あそこに立ってたのをこっちに移動して、ここまでできてます。あとこれを切ってここをつなぐんですけど、これじゃなくて、こういう金具なんですけど、こういう金具か、まあ、これに代わる金具をちょっと買ってこなきゃいけないんで、それの金具の状況によってどの辺できるかというのをちょっとそれに合わせてということで、まだそのまましてます。とにかく安く、上げるということで、ある材料を、元の材料を改良しました。これは買ってきましたけど、22ミリの5メーターですね。はい、今日の進捗状況はこの程度です。はい、今日は10月30日もうすぐ9時ですね。ここ何日か、昨日の昼とか午後からとか作業して、今朝もちょっとしましたけど、一応大体の作業は終わりました。こういう感じですね。ここサイドというか周りはこれで OK だろうと思うんですけど、上は遮光性のあるビニールかシートで覆う必要があるんで、ちょっとそういうのを手に入れなければちょっとできませんので、もうしばらく待ちです。で、これですね、これがもうだいぶ錆びてるんですよね。あ、これはそれ外したかな。で、これをこの新品に全部変えてしまう予定です。これが150本あるんですけど、そしたらだいたい終了なんですけど、走行に使うんで、ここはもう開けっぱなしなんで、奥のあそこの下に、あそこがちょっと 風が当たるんじゃないかということで、一番下にこんな風にビニール押さえを
向こうにもつけようと思ってます。今はつけてないんですけどね。それで完了ですね、ここはですね。はい、そういうことでだいぶ、ハウスの倉庫改造の作業も終了、終わり、だいぶ進みました。ではハウス改造の撮影はこのくらいで、終了していきます。